ビッグ、ひな祭り会場内に展示されているひな壇2019年3月3日、撮影ビッグひな祭りは、徳島県勝浦郡勝浦町において、毎年2月から3月に開催されているひな祭りで、ある。期間中は、巨大なひな壇に、無数のひな人形が飾られる。また、勝浦という地名が共通することから全国、勝浦ネットワークを結んでいる。 千葉県勝浦市では、勝浦ビッグひな祭りが、和歌山県東室群那智勝浦町ではビッグひな、めぐりをメインイベントとする南紀勝浦ひなめぐりが、開催されている。さらに、徳島県勝浦郡勝浦町のビッグひな祭りとは、直接の関係はなく、名称も異なるが、同種のひな祭りは、長野県須坂市で、新州須坂幸せひな祭りとして、 埼玉県高野市で高野すびっくりひな祭りとして開催されている。ビッグひな祭り会場内に展示されているひなだ2019年3月3日、撮影徳島県勝浦郡勝浦町生命の人形文化交流館において、ビッグひな祭り実行委員会及び NPO 法人アワ勝浦井戸短ドによって約1ヶ月にわたり開催される。会場では、 二万体以上のひな人形が飾られ、中でも高さ約七メートルの巨大なピラミッド状のひな団が目玉となっている。ひな人形は日本全国から寄せられたもので、供養料として五千円が必要である。また、同時期に、勝浦町、坂本地区において、おひな様の奥座敷と坂本おひな街道も開催され、坂本地区の町並みのあちらこちらで趣向を凝らした。 ひな人形の飾り付けがなされる。階段ひな千葉県勝浦市内の各地において、ビッグひな祭り実行委員会によって、約2週間にわたり開催される。徳島県勝浦郡勝浦町より譲り受けた7000体を含む計3万体以上のひな人形が飾られる。期間中は、勝浦市役所や JR 勝浦駅等の公共施設、商店街の各店舗などに、 ひな壇が設置され、富崎神社では、参道の石灰壇60段に、約1200体のひな人形が飾られる。この他にも、かずさ大吉駅周辺、勝浦海中公園など、市内各地で小規模な展示が行われる。勝浦市芸術文化交流センターキュステでは、ひな壇の他に京宝美な、全国各地の郷土美なの展示も行われる。キュステは、 通常は多目的ホールとして使用されているが、この期間中に限りホールの客席を巨大なひな壇にして、約4700体のひな人形が飾られる。また、例年パッケージツアーが組まれると、賑わいを見せている。2011年までは、土曜日及び日曜日には、臨時列車、勝浦ひな祭り号が運行されていた。2013年2月22日から485。 軽電車を使用し、特急、カツウラックひな祭り号として運行される。カツウラ商店街では歩行者天国やパレード、開催期間の最後の土曜日及び日曜日には、JR 東日本主催のカツウラひな祭りハイキングなどのイベントも行われる。2020年は、昨年に、相次いで、房総半島を直撃した台風による被害や、 中国で発生した新型コロナウイルスに伴い、同国武漢市から帰国した法人が市内の宿泊施設、ホテル三日月に一時滞在するなどの影響で、観光業を中心に市経済が打撃となっており、政府や県などが、当イベントへの支援を表明するなど期待する声もあったが、その後日本国内でもコロナウイルスによる感染が拡大していることから、 来場者や市民への必要な感染予防対策を講ずることが困難と判断したとして、同年2月19日に初の開催中止が決定。それに伴い、JR 東日本による臨時列車の運行なども中止となった。千葉県勝浦市や徳島県勝浦郡勝浦町、等からひな人形の提供を受けて始められたもので、2013年の メインイベントのビッグひな巡りでは、落差133メートルのナチタキにちなんで13,300体のひな人形が展示された。長野県須坂市内の各地において、須坂の町のひな祭り実行委員会によって1ヶ月にわたり開催される。古い町並みの残る須坂には、古くから大切に受け継がれてきたひな人形があり、それらを多くの方に見てもらおうと始まった。 期間中は、約100カ所の商店や、美術館、博物館にひな人形が展示される。歴史を感じさせる、京宝びな、草木染めの段飾りびな人形、眉びな、土びな、決め込み五段飾りのひな人形、慶応から平成までの歴代段飾りのおひな様など、時代を超えて様々なひな人形が見られる。須坂アートパークでは、同時期に約2カ月間にわたって、 30段飾り戦隊のひな祭りが開催されている。北品の市町村と連携して、ぶらり北品の日の巡りも実施されるほか、ひな祭りに協賛して、JR 東日本駅からハイキング及び、新宿須坂、シルクと蔵の町2ーデイウォーキングも開催される。勝浦ラビッグひな祭りに関するカテゴリー、南紀勝浦ひな巡りに関するカテゴリー、 新州須坂幸せ雛祭りに関するカテゴリー、ありがとうございます。